日本の紅葉も素晴らしいけれど、壮大なスケールで紅葉を見てみたい。そんな旅行者を満足させてくれるのが、カナダの秋景色です。カナダの国旗がメープルリーフ。カエデの葉であることからもわかる通り、カナダは紅葉の名所です。赤や黄色に美しく染まる大パノラマは、実際に足を運んでみる価値のある絶景です。一番綺麗な時期は9月下旬から10月中旬。ケベックシティからセントローレンス川を遡り、トロントを経てナイアガラホールまでヘリテージハイウェイ、歴史遺産の道と呼ばれる歴史街道が通っています。日本ではメープル街道と呼ばれ、秋の紅葉シーズンには多くの日本人客で賑わいます。特に紅葉で有名なのがローレンシャン高原とアルゴンキン州立公園。どのような紅葉が見られるか興味津々です。まずはカナダの基本情報から。首都はオタワ。面積はロシアに次ぎ世界第2位、日本の27倍。人口は2015年統計で約3600万人。言語は西海岸では英語、東海岸沿いはフランス語が使用されます。カナダには世界1位があります。ウラン鉱、カリエン酸、天然ガスは世界3位です。電話機を発明したグラハム・ベルもカナダ人です。今回の旅行は成田から飛行機でモントリオールに行き、レンタカーを借り、そこから次の順序でカナダ・メープル街道を巡ります。最初に訪れるのはモントリオール。歴史は16世紀半ばに遡り、小さな港町は毛皮交易の口としてにぎわい、18世紀には人口5000人を超える町へと発展しました。現在も主要銀行や鉄道会社の本社が置かれています。世界各地からの移民を受け入れた国際都市で、様々な国の人々が共存して暮らしており、モザイク都市と呼ばれています。現在人口は340万人。トロントに次ぐ2番目に大きな町です。公用語はフランス語で、果たして私のフランス語が通じるでしょうか。
モントリオールから車で北に2時間半、城壁に囲まれた世界遺産の町、ケベック州の州都、ケベックシティに到着しました。1534年、フランス人冒険家ジャック・カルチエによって毛皮の交易地として築かれ、その後商業地として繁栄しました。17世紀半ば、英仏植民地戦争によりイギリスのものとなりましたが、フランス系住民は植民地にとどまり、フランスの文化や習慣を温存し、現在に至っています。ローレンシャンはモントリオールから北に位置し、800メートル前後の山々が連なる高原リゾートです。トランプラン山や点在する湖など美しい自然に囲まれ、紅葉シーズンには世界各国からの観光客でにぎわいます。夏はハイキングやカヌー、冬はカントリースキーが楽しめます。
1613年、この地域に入植が始まり、その後林業と木川の交易で繁栄しました。1826年からは移動運河が開通し、オンタリオ湖とオタワが結ばれ、交通の要所となりました。移動運河建設を指揮したバイ少佐にちなみ、バイタウンと呼ばれていましたが、1855年オタワと改名、1857年にビクトリア女王がここを首都と定めました。フランス領ケベックとイギリス領オンタリオの境界に位置するオタワは、英仏2つの文化圏の架け橋となるべく建設された町で、人口は約100万人、カナダで4番目の都市です。アルゴンキン州立公園は1893年に制定され、カナダで最も古い州立公園で、2400以上の子沼があり、1200キロにも及ぶ川が流れています。公園内にいくつもあるトレイルの中でも、簡単に歩くことができて眺めもいいルックアウトトレイルへ、1.9 キロのループ状になっており、この時期は紅葉の真っ只中を歩くことができる素敵なルートです。穏やかな登り坂にはメープルなどの鮮やかな落ち葉が折り紙を散らしたように敷き詰められ、歩くたびにカサカサと心地よい音を響かせます。キングストンはオンタリオ湖の東に位置する人口6万人の町です。町の歴史は1673年、フランス総督の命令で毛川交易所と砦が築かれたことに始まります。1841年から1844年まではカナダの植民地自治政府の首都でした。現在の市庁舎は当時の国会議事堂として建設されました。ダイナミックな景観とカナダ屈指の観光地として知られるナイアガラの滝は、世界三大瀑布の一つで、語源はネイティブカナダ語で雷とどろく水を意味します。欧州人が初めてこの滝を目にしたのは1678年、ナイアガラの滝の形成は1万2000年前のことです。エリー湖からオンタリオ湖に注ぐこの滝はアメリカとカナダの境にあり、アメリカ滝とカナダ滝があります。滝周辺は大変きれいに整備されており、いろいろな角度から滝を見ることができます。最大のハイライトは小舟に乗り滝壺の中に入るスリリングなクルーズです。ナイアガラの滝から北に20キロのところ、開拓時代の面影を色濃く残す懐かしい雰囲気が漂う手入れが行き届いたナイアガラ・オン・ザ・レイクの町があります。この地域は広大なオンタリオ湖周辺で
ぶどう栽培に適したワインの名産地です。近年その質と知名度は飛躍的に向上しています。旅の最後はカナダで最大の町、トロントを訪れます。人口は約600万人。トロントの意味は人が集まる場所です。フランス人の探検家、シャンプランがこの地を訪れたのは1615年。その後、ヨーロッパからの入植が始まり、フランス領として開拓が始まりましたが、1763年の米仏7年戦争の結果、イギリス領になりました。その後、1812年の米英戦争で焼け落ちるなど、紆余曲折を得てきた町でもあります。1941年の移民政策で、世界各国からの移民が始まり、国際色豊かな町になりました。第二次世界大戦時には日系人が強制収容され、戦争後もこのトロントに住んでいたので、カナダで最も日系人の多い町となっています。では、もう少し細かく訪れた場所を見ていきます。